どうもお疲れ様です。今日も山本太郎さん、そして令和新選組の動画を更新させていただきます。速稼塾の久保です。私一部の方はね、メッセージいただきましたけども、速稼塾っていうね、ビジネススクールをやって10年になるんですよ。まあそれまでは鳴かず飛ばずの本当に地域のですね、小さな小店をやってまして、赤字続きでした。まああまりの赤字の多さにもう業を煮やしてですね、一発逆転のつもりで当時流行っていたネットビジネスっていうかね、ネオヒルズみたいなところに参加してみたんですけども、いや思ったよりもものすごく真面目にコツコツやる、そういったクラブだったんで、私向いてたんでしょうね。ずっとね、こうやって YouTube の動画を撮ったりとか、ブログを書いたりとかして、そこに広告をつけるっていう形で、まああっという間にね、1億円という金額が稼げるような、3年で1億円を突破してですね、それによって借金も返済して、ずっと赤字だったお店もこう辞めることができて、社員さんにもね、それなりの、まあ手当てをして、解雇することができたんですよね。まあその中でね、やっぱ最初の頃って、街頭に立って演説する政治家さんっているじゃないですか。で、ものすごくね、私ね、すごく嫌だったんですよ。街頭で演説する方。というのが、私が、結構高い会場でね、セミナーを2時間3時間やることがあって、まあそこで皆さん録音したり録画したりね、静かに聞いていただいてたんですよ。なのにそこがですね、まあ駅前のすごく高いね、広島駅前にあったものすごく大きなコミュニティスペースだったんですけども、これ1時間ね3万円ぐらいで借りるとこだったんですよ。高いでしょ。1時間3万円の会場を借りて、で3時間、だいたい10万円ぐらいのコストをかけて私のビジネススクールやってたのに、そこにですね、高い金額で参加していただいてる、お客様、ね、いろんな視聴者の方がいらっしゃったわけなんですけども、ところがね、駅前だったかもんで、駅前で、まあどっかのね、政党の演説が始まったんですよ。で、それが、演説が延々と続いて、私が公式で録画したビデオも、もう全然、リリースすることができないぐらい台無しになりましたし、当然、その時やっていたリアルタイムのセミナーも妨害されたような形になったんですよね。で、本当にね、もう会場みんなでね、もうがっくりしたっていうかね、もう選挙とか政治が嫌になったところでもあったのかなと思います。せっかく私が、こう、そうやって一つのね、ビジネスセミナーをやっていた皆さん、大きなお金をかけて参加してくださった。さらにその近くには学習塾も多かったんですよ。そういうとこだったんで。学習塾で勉強されてる、中学生、高校生、受験生の皆さんも非常に迷惑だったんじゃないかなと思いますね。ものすごいね、音量でがなり立てるもんでね、お願いします、お願いしますというね、ほんとふざけてるなと思いました。もう今でもね、私の家の近所でもたまに出てくるんですよ、選挙になると。選挙になると出てきて、普段は知らんぷりしている。まあそういった政党がほとんどの中ね、山本太郎さんの話をここからさせていただきますけども、山本太郎さんね、町の凱旋の時に救急車が通ったら、あ、すいません、今救急車通りますんで、一旦止めますっていうふうに断って、マイクをオフにするんですよね。それがずっとここの画面出てるわけなんですよ。で、こういうことにも気づけない人がね、市民のどこに気づけるんでしょうかなと思いますよ。山本太郎さんはどこまでも私たちの視点に立ってくださって、弱者の視点に立ってくださって、国がやるべきね、自力ではどうにもならない人を、助けるというね、役割を負ってくれていると思うんですよ。私いつも思うんですけども、それこそね、国に頼らずに自己責任でやっていけるんだったら、じゃあ国の行政っていうのはいらないじゃないかって話になるんですよ。個人ではどうしようもできないことが様々あると。だから私たちは社会という徒党を組んでね、その中で自力でやっていける人、それから人のお手伝いができる人、自力ではやっていけない人、人のお世話になりながら生きていく人、様々な人が、ひとまかたまりになって社会を形成してると思うんですよね。人間はやっぱり一人では生きていけませんし、どんなにね、金持ちになった人でも、市場で商品が売れたからお金が集まって金持ちになってる。つまりは、買ってくださった方に支えられてるわけなんですよね。一人で金持ちになったつもりでね、なんかこう、勘違いしてるんじゃないかなと思いますし、かといってね、私たちがそういった大企業から商品を買うってことはもう今更考えられないわけですよ。だから自分が伸び伸びと育つまでは、まあ言ってみれば平凝らしてね。じゃあもう自力でやっていけるようになりました。だから皆さんいりません、みたいなね。で、こう強い者同士でこうまとまっていくみたいなのが、なんかバッコしてるわけなんですよ。これがね、ルサンチマンっていうね、考え方があったんですけども、ルサンチマンって考え方、私もね、説明できるほどはよくわからないんですけども、結局、
弱者が集まって一部の資本家とか金持ちに対してちょっと怒りを燃やすような構造を思い浮かべていただきたいんですよ。ですんで、お金持ちの人とか運よく成功した方はやっぱ寄付をしたり高い税金を払ったりとかして、その弱者のね、怒りを避けるために社会貢献をするとか、社会保護をするとかっていうので、お互い様って形を作ってくれたんですよね。要するに強者ならではの理屈があるでしょうと、強い者が弱い者を守っていかないといけないでしょうっていう建前があったわけですよ。で、その考え方のどこの側面を切り取ってかちょっとわかりません。これはね、私ルサンチマンで考え方をね言うべきじゃなかったんですけども、たまたま頭に上ったんで、私なりの理解をねここで話させてもらいましたけどもね、ルサンチマンっていうところが今は逆ルサンチマンになってるのかなと。どういうことかっていうと、以前は自分たちが恵まれないのは一部の資本家が金を集めてるからだっていうね、そういう考え方があったんで、お金持ちになった方もそういったことが分かってるから、だから社会整備をしたりとかね、社会貢献をしたり寄付をしたりっていう風な形でバランスを取っていきましょうっていう考え方だったんですよね。でも今度はそのルサンチマンが逆になったっていう風に私は考えられていて、ちょっとルサンチマンの勉強はこの後しますんで、動画撮った後ここでいちいち突っ込まないでくださいね。考え方間違っていたらコメント欄で教えてください。私の人格否定するのはいいですけども、気持ちよくなるだけで多分コメント書いた人が他の方からね、やっぱり悪く思われちゃいけないんでね、ちょっと言わせてもらいますけども、で、逆ルサンチマンは何かっていうと、一部金持ちになった方がね、自分たちが寄付をたくさん取られてることに関して疑問を感じ始めたってことなんですよ。なんで自力で稼いだのにこれをたくさん取られないといけないの？こんなことしたら金持ちになろうっていう意欲をみんなで失われちゃうじゃないかっていうふうな、まさにね、理屈の通ったことを言うわけですよ。理屈は通るけども感情的には間違ってますよね。だから国家っていうぐらいですから、この国っていうのをね、家って考えた時に、やっぱりお父さんがお金を稼いできて家族のために使う、子供たちはできる限りのお手伝いをしたりとかする、もしくは子供がいるからその癒しによってお父さんお母さん頑張れたりするかもしれないわけじゃないですか。だから誰がどんな役割を持ってるかってことはみんな違うのと、あと究極はね、役割なんてなくったって、ケチなことを言わずに養ってあげろよ、お前強い人間なんだろうってことなんですよね。だから金持ちがね、いち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 生活保護で10万とかね、十何万とかそれで暮らしてる人をね、もう気にしてないんですよ、そんなことは。むしろ気にするのは、自分がちょっとね、いい感じになったっていう風に勘違いする、成り上がり土地の人なんじゃないかなと思いますけども、この議論はまたね、別の話でやっていきましょう。だからね、逆ルサンチマンはどういうことかっていうと、金持ちになった人が、俺たちだけでやっていけるよねって。俺たちも苦しいところから登っていったんだから、みんなそうやればっていう風な当たり前のことを言って苦しめるってことなんですよ。でも、もう一つの考え方。これは私はこの考え方に近いんですけども、たまたま私はビジネスでね、うまくいった。それは選挙カーの演説の中でも、ちゃんと誰も退出せずに私のセミナーを聞いてくださった方が私に励ましをくださって、それから私のビジネスがどんどん順調になっていた。で、私がたまたまお金持ちになったとしても、それはね、多分ね、多くの人が私にお金を払ってくれたおかげだから、じゃあその人たちがまだね、苦しい中で当時お金を払ってくれた。そして今でも苦しい暮らしを送っている。もしくは私の動画を見たこともない、私の熟成でもない人に対してまで私の力量が広がったならね、やっぱりその人たちのためにも何かをすることが、私の場合は抑えられないわけなんですよ。だからおせっかいなんですよね、ここは。かっこつけでも何でもなくて。でも、ここまで志を立てていても、私の力量のなさから、途中で挫折することも大いにあり得るんですよ。で、自分の収入と家族への気配りと、それから社会に対する貢献のバランスを壊してしまえば、一家離散とかね、離婚の話が出てくるかもしれないですし、それから、いろんなね、批判を浴びて私もやる気がなくなるかもしれませんし、それは本当にね、今まで10年間こういうふうな YouTube 活動を続けながら、で、最近では令和新選組や山本太郎さんの応援をしながらでも、まだ私がへこまずにいられるのは本当に温かく見守ってくださってる皆さんのおかげだなっていうのと、根底に山本太郎さんが私のね、行動指針になってくださってるところもあるんですよ。例えば今回みたいに演説中にでもね、救急車が通ったら音声を切るみたいな配慮っていうのは当たり前のことなんだけども、されてないわけですよ。他の政党。どこの政党もしてないですよ。自分たちの主張さえ通ればいいんだと。あとは、もう知らないんだと。救急車で運ばれてる？迷惑だな、ぐらいに思ってるんですよね。静かに救急車走れよ、ぐらいに思ってるかもしれません。だからね、今回一つの画像をね、切り抜いて持ってきましたけども、
この画像1枚でも私にはね、その令和新選組とか山本太郎さんに込めるいろんな思いがこうやって出てくるのと、あ、確かにそうだよねっていうふうに感じるところと、あと皆さんにもこういうふうなことをしている政党他にもありますか、こういうふうな細かい気配りできるところがあります、でも考えてみたらこれ当たり前のことだよね、なんでこの当たり前ができずにおかしな逆ルサンチマンがバッコしてるのかっていうところですよね。私たちは力なき者同士で集まって、力がある強大な相手に立ち向かっていかなければ、もう私たちの人生が盗まれたままなんですよ。まさにね、ロスジェネって言葉がありますけども、私もね、真っ只中のロスジェネ人間ですよ。だから今でも日々の暮らしにものすごく苦しみながらね、で50代に入ったけども一回も年収200万を超えたことないと、それから一回も自分はマイカーを所有したことがないと、マイホームなんてもうとんでもない諦めてるよと、俺には家族もいないし、想像していた子供にも結局出会えなかった、そんな取り返しのつかない人生がね山ほどあって、さらにこっからインボイスだの増税だのに搾取されてね、もう完全に人生盗まれてるわけですよ。でそれは今岸田総理ですけども、権力者が変わっても基本的には変わらないわけでしょ。だから自分たちの信じた権力者ね、山本太郎さんを押すしかないと思いますし、中には言いますよ、山本太郎さんも権力を持ったら変わっていくんだみたいなね。いや、そうかもしれないけども、山本太郎さん自身も政治家を信じるもんじゃないって言われますけども、でも、まあ、山本太郎さんにかけて、それでもダメだったんだったら、もうね、人生の諦めはつくかなっていう思いで、私もやらせてもらいますよ。はい、でね、多くの方がコメント欄で、まあ、私にも、選挙に出ろと、出馬しろという声をかけてくださいます。その気持ちが高まれば、私も本当にその気になりますし、結構ね、もともとそういうこと好きなんですよ。人の世話を焼くのがね。大体、学級委員とかね、班長とかね、最近でしたら町内会長とかね、もう買って出る方なんですよ。その力量もないのにね。だから、でも、多分その立場が人を育ててくれるのかなと思いますし、私も新しい挑戦としてね、本気でそういうことも考えております。確実に票を入れるよって言ってくれる方もね、出てますんで、それこそね、同じ地区ではない、私広島なんですけども、広島じゃないけども、比例で入れるよって、久保さんに比例で入れるよみたいな方もいらっしゃって、いや本当にこの思いがもっともっと溜まっていくと、本当になんかね、令和新選組が影響力をもっともっと強める日って来るだろうなと思います。現在国会議員が8名、前回の地方選で50名の新しい地方議員が生まれたと。これすごいですよね。すごいことだと思いますよ。いや私はね、今ノリに乗ってる令和新選組だと思いますし、逆に立憲民主党は崩壊に向かってるでしょ。だから上りのエスカレーターにいるのか下りのエスカレーターにいるのか、その組み合わせは今上りのエスカレーターの方がまだ背が低い、下りのエスカレーターの方はねまだ背が高いけども、時間が経つと入れ替わるというふうに私は確信してますね。だから令和新選組に乗っかるわけじゃないんですよ。だって山本太郎さんの演説同じことを言ってるようでも確かになっていつも思いますよ。学校の授業より断然面白いですよ。そういう風に感じませんか。いや、こういうね授業だったらずっと受けてたいなと思いますね。しかも質問にはね1人1分もしくは10秒、10秒ってのが面白いですよね。こんなことをやってくれる国政政党がね本当に出てきたんだなと思って嬉しい限りでございます。じゃあ本日はこんな形で更新を終わろうと思います。皆さんいつもコメントありがとうございます。いってらっしゃい。